さあ2020年も時事問題やっていきましょう。ということで今回は2022年1月上旬の時事問題、1月1日から15日までに起こった定期テストや受験、就活などで問われやすい時事問題をこの動画で確認していきます。早速今回扱う主な出来事はこちら。はい、この半月もいろんな出来事がありましたが、特に話題になっているのはまず新型コロナウイルス感染症の話、いわゆる第6波と言われる感染急拡大が起きているような状況になっています。他にもね、北朝鮮が今年に入ってからすごい頻度でミサイルを発射しているとか、それから南太平洋トンガ沖の海底火山が噴火をした、日本でも津波の被害などがあったということで、これらはねよく話題になっているかなと思います。ただそれ以外にも実は時事問題として問われやすい内容として RCEP と言われる新しい経済連携協定、これが発行した、スタートしだしたという話や、核保有5カ国による共同声明、そしてプラスチック製品に関する話題などもあったんですね。この動画ではこれらの内容が一体どんな話だったのか、そして押さえておくべきポイントは何なのか、これをね一緒に確認していきましょう。ぜひこの動画勉強の参考にしてもらって役立ててもらえれば嬉しいです。はい、まずはじめ RCEP と言われる新しい自由貿易協定、経済連携協定が発行したという話ですね。これは特に高校生以上、経済の勉強をしている人は非常に大事なテーマとなってきますから、何が大事なのかポイントをね確認しておきましょう。まず RCEP とは地域的な包括的経済連携、あるいは地域的な包括的経済連携協定と言われるもので、この後紹介する15の国々で自由貿易を推進していく、新しく作られた枠組みのことです。自由貿易とは貿易を行う際に関税といった税金やその他障壁となるものをできるだけ撤廃して貿易の自由化を促す、そして経済活動を活発にしていく、このような貿易のあり方のことで、この RCEP は日本、中国、韓国の東アジア3カ国、それから東南アジア ASEAN の10カ国、 ASEAN とは東南アジア諸国連合のことですね。そしてオセアニアのオーストラリアとニュージーランド、この15の国で結ばれているもので、まずはこの15カ国のうち10カ国でこの1月1日から協定が発行、正式に効力を持ち出しました。これらの国で世界の人口の 30%、 さらには世界の GDP 国内総生産の 30% をカバーしているという非常に巨大な経済圏で、また日本にとって中国韓国と初めて結ぶ経済連携協定、地理的に非常に近くて貿易を多く行っている中国韓国とこういった協定を結ぶことになるということで注目が集まっている、これが RCEP です。知っておきたいことのまず一つ目として、この RCEP が発行することで日本にとって経済的なメリットが大きいと言われています。今紹介した通り、主要な貿易相手国である中国や韓国と自由貿易協定を結ぶことによって貿易がさらに活発になっていく、つまり関税がかからずに日本製品をそういった国々に輸出することができる、まずこのような期待が高まっています。その一方で2つ目、中国が主導して作られたこの RCEP という枠組み、 ASEAN 東南アジア諸国への中国の影響力がより強まるのではないかといった見方もあります。ということで日本の経済がこの RCEP によってどうなっていくのかという観点と、中国の影響力がどうなっていくのかというこの2つの観点、これがね RCEP に関連してよく語られるテーマになっていますから、まずはこういった協定が始まるんだということを知っておきましょう。それから次、核保有5カ国が初めて共同声明を出すという出来事がありました。核保有5カ国とはどの国なのか、そしてこの声明の内容は何なのか、背景に何があるのか、このあたりを確認していきましょう。まず核保有5カ国とはアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシア、この5カ国のことを指しています。中学校や高校で習う核兵器関連の条約の中に核拡散防止条約というものがありますが、この条約の中でアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの5カ国を核兵器国と認めて、でこの条約は核兵器兵器国以外への核兵器の拡散を防止する、こういう内容だったわけですね。ちなみにこの5つの国は国連の安全保障理事会の常任理事国と同じ、一致していますから、しっかりと覚えておきましょう。で今回この5カ国は初めて核戦争に勝者はいない、その戦いをしてはならないとして、核戦争の回避、そして軍縮が最大の使命であると、こういった内容の声明を初めて出したんですね。このような、ね、声明が出されるというのは初めてのことでしたから、それが話題になりましたし、核軍縮に向けて一歩前進だというこういう声も上がっています。今回この5つの国が声明を出したその背景にあるものの1つ目は2021年に発行した核兵器禁止条約。この条約、近年時事問題として非常に話題になっているわけですけど、この条約の発行によって核兵器を持っている国に対して国際社会から批判であったり、あるいは厳しい目が向けられている、次第にこういった状況になってきているんだというのが背景の1つ目として挙げられます。それから2つ目、さっき紹介した核拡散防止条約では、この5カ国に対して核の保有を認める代わりに核軍縮の交渉
渉を行うことを義務付けているんですけど、それがなかなか進んでいない。特に最近はコロナの影響で会議が何度も延期になってしまっている。さらに近年は新しい技術開発などが行われて軍縮の方向に向かっていないのではないか、このような側面があって、これまたこの5カ国に対して国際社会から厳しい目が向けられていたわけです。本来このコロナ禍でなければ、今のタイミングでちょうど核拡散防止条約に基づく会議が開かれる予定になっていて、どうやらそれに合わせてこの声明がね、もともと準備をされていたようなんですけど、今回会議自体は延期になってしまったものの、まあそういった情勢の変化などがありましたから、こういった声明が発表された、こういった状況だろうと言われています。続いてこちら、2022年に入って北朝鮮がね、数多くミサイルを発射しています。これが時事問題としてテストでね、問われるのか問われないのかはまあいろいろあったりするわけですけど、まずはね、今世の中でこういったことが起きているんだということをここでは紹介しておきます。はい、北朝鮮は1月の5日、11日、14日、そして17日にも日本海に向けてミサイルを発射する、こういったことを行いました。まあ北朝鮮はね、毎年何回かミサイルの発射ということは行っているわけですけど、このような頻度で撃つのは極めて珍しいということで、特に日本は安全保障にも関する話でですからニュースにもなっています。これらの発射のうち、中でも北朝鮮は5日それから11日に発射されたものは極超音速ミサイルだとしていて、超音速ミサイル、速度が速いという特徴の他に、この極超音速ミサイルは普通の弾道ミサイルよりも低い軌道で、しかも高さや方向を変化させながら長時間高速で飛ぶことができる、つまり検知したり迎撃するのが今よりも難しいミサイルだとされているものです。近年はこの極超音速ミサイルを中国やロシアが開発を進めているということが話題になっていて、日本それからアメリカはね、安全保障をどうするのか、こういった課題があるとされていたんですけど、今回北朝鮮がこの極超音速ミサイルの試験を行っているということで、より日本の安全保障、特にミサイル迎撃システムがどのようにあるべきなのか、これは議論を進めていかなければならなくなるのではないかと言われています。そしてこの北朝鮮の行動に対して、日本政府それからアメリカも、一連の北朝鮮の行動は国連の安全保障理事会安保理の決議違反に当たるとして北朝鮮を非難しています。まずはこのあたりのポイントを知っておきましょう。それから次、この新型コロナウイルスの話、この半月でいろいろと動きがありましたから、ポイント何があったのかを整理しておきます。まず年末年始あたりから感染の拡大というものが起きていて、特に新しい変異株オミクロン株も広がりだした。そのような影響もあり、いわゆる第6波に突入したと言われています。すでに現在は全国的にどの都道府県でも感染拡大が起きている状況なんですが、初めに感染拡大が起きたのは沖縄、広島、山口の3県でした。ということで、この3県には1月9日からまん延防止等重点措置が適用されるようになっていて、期間はまずは1月31日まで、すでに飲食店の時短営業要請などが行われ出しています。この3県にはいずれもアメリカ軍の基地施設があって、今回の感染拡大、この基地周辺の地域で感染の広がりが見られたことから、米軍基地が感染源ではないのか、一つの感染源として米軍基地が挙げられるのではないか、このような指摘があり、日本政府もその可能性を認めています。そして特にアメリカ軍がアメリカから日本にやってくるときに PCR 検査を行っていなかった、日本からアメリカに行くときは検査をしていたにもかかわらず、アメリカから日本に来るときは検査をしていなかった、このことが日本国内で非常に問題となり、日本政府はアメリカに対して強く対策の徹底を求めました。またこの動画1月18日に撮っているんですけど、最新の情報だと関東地方、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬、それから東海の愛知、岐阜、三重、さらに新潟、香川、長崎、熊本、宮崎、これらの都道府県へのまん延防止等重点措置の適用が検討され出しているので、まあ、ちょっと上旬というよりは下旬の内容ではあるんですけど、動画公開する時点で最新の情報をテロップなどで下に出しておきます。それから政府によるコロナ対応でもいろいろ動きがありました。まず一つ目に、オミクロン株に感染した人の濃厚接触者について、今まで自宅などでの待機期間が14日間だったものを10日間に、医療従事者などは条件付きで6日間に短縮するという運用を始めました。これはオミクロン株の潜伏期間が今までのものより短いという見解が出てきたので、このような運用に変えているということですね。それから2つ目、去年12月から始まっているコロナワクチンの3回目の追加接種について、2回目の接種からの間隔を前倒すという方針を打ち出しています。従来は2回目の接種から原則8ヶ月以上経過している必要があったんですけど、まずこの1月から医療従事者は6ヶ月、そして高齢者は7ヶ月に前倒しされていました。ここに今回3月から高齢者は6ヶ月、そして一般の高齢者ではない64歳以下の人は7ヶ月ということに今回なったんですね。岸田首相は今後、一般の人の接種間隔も余力のある自治体では6ヶ月に短縮していくという方針を表明していますから、最新の情報どうなるのか気をつけてニュース見てみてください。さらにワクチン接種を加速するため、以前も行われていた防衛省自衛隊によるワクチンの大規模接種、これを再び行うと表明して、東京では1月の31日から行われることになっています。この半月でこれらのことがあったんだということを整理しておきましょう。
続いてこちら、プラスチック製品の削減を企業に求める法律に関する話です。これね、今後大きく話題になっていくであろう話ですから、ポイントをまとめておきます。今回関係しているのはプラスチック資源循環促進法という法律。この法律が今年2022年4月に施行されることになっているんですけど、その細かな内容が決まったというのが今回の話題です。何が決まったのかというと、プラスチックゴミの削減を進めていくために、お店で無料で提供されているプラスチック製品12品目この提供方法を見直すことの義務付けが決まりました。その12品目とは、例えばコンビニやスーパーなどのプラスチック製のスプーン、フォーク、ストロー、マドラー、それからホテルなどで提供されるヘアブラシやカミソリ、それから歯ブラシやヘアキャップなど、他にもクリーニング店のハンガーなど、こういったものを大量に使用している企業に対して有料化であったり、代わりとなる素材への切り替えといった対応を求めていく、こういうことになっていきます。ということで、今後それぞれの企業が対応を進めていくことになるわけですけど、場合によってはこれらを今まで無料でもらっていたけれども有料になるとか、あるいはプラスチック製ではなく紙製のものを使うとか、すでにね、紙製のスプーンやストローの運用というのはいくつかの企業がもう導入始めていますけど、それはこの法律が4月から始まることを見越しての動きだったりしたわけですね。プラスチック関連の時事問題でいうと、皆さんも覚えているかと思います。2020年7月にコンビニなどのレジ袋有料化、私たちのライフスタイルを見直す、本当にね、そのレジ袋は必要なものなのかを考えるきっかけにしてもらう、こういった理由からレジ袋の有料化という制度が始まりました。この制度に対していろいろ意見はありますが、背景には海洋プラスチックゴミ問題であったり、プラスチック製品を作る上での地球温暖化という環境問題、こういったものが背景にあるわけです。ということで、この4月からスタートになるこの12品目の話、今後ね、また時事問題として話題になっていく可能性も高いです。こういうことになっていくんだということを、まずは皆さんに今知っておいてほしいなと思います。そして最後はこちら、大きなニュースになっていますから知っている人多いんじゃないかと思います。南太平洋オセアニアに位置しているトンガ沖合の火山、フンガトンガ、フンガハーパイ火山という名前、これはフンガトンガ島という島とフンガハーパイ島という島の間にある海底火山のことで、過去に何度も噴火をしている、千年周期で大きな噴火をしているし、最近では去年2021年12月頃から活動が活発になっていた、こういう火山です。その火山で1月15日のことでした。非常に大きな噴火が発生をして、現地はネットや電話がつながらない状態になってしまい、未だ被害の全容が不明だとして、隣国のオーストラリアやニュージーランドが軍を派遣して被害の把握に協力をしています。さらにこの火山の噴火による影響で津波も発生、太平洋沿岸の多くの国で津波を観測、日本でも翌26日太平洋側の地域を中心に津波警報、津波注意報が出されて、実際に場所によっては1メートルを超える津波を観測、この津波で漁船が転覆するといった被害も出ました。この日本で観測された津波については、普段の地震に伴って発生する津波とはメカニズムが異なって、空振、噴火による空気の振動が伝わって今回津波が発生したのではないかという指摘があります。まだね、詳しいことなどは分かっていませんが、15日にこういうことがあったんだという紹介でした。ということで、1月上旬の時事問題でした。結構ね、押さえておくべき話題、用語というものが非常に多い、こういう半月だったかなと思います。そして1月下旬、やはりね、オミクロン株第6波がどのように感染拡大していくのか、まあこれにね、つけていくかなと思いますから、ぜひ最新の情報は皆さんニュースなどでチェックするようにしてみてください。そして何より受験生の皆さんはこれからも大事な期間が続いていくことかと思います。共通テスト難しくなったとか、まあ大雪が降っているとか、あるいは事件があったりして、いろいろとね、動揺するような場面もありましたが、世の中の多くの人が皆さん受験生のことをね、応援していますから、くれぐれも体調管理にだけは気をつけて、試験本番でね、実力を発揮できるように応援していますから、ぜひ頑張ってください。ということで、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。